ただいまから市定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が1件、宮城県中小企業等待機支援事業補助金の申請受付開始についてでございます。それでは知事よろしくお願いいたします。はい、宮城県中小企業等待機支援事業補助金の申請受付開始についてお知らせいたします。本補助金につきましては令和2年度から新型コロナウイルス感染症対応事業として売上が一定程度減少した中小企業・小規模事業者等を対象に早期の再起を図るために行う販路開拓や生産性向上などの取り組みを支援していたところでありますが、原油価格・物価高騰の影響が長期化していることから令和5年度におきましては補助対象要件等を拡大し実施することにいたしました。主な変更点は配布資料の下線部の通りで、従来の売上高の減少要件に加え仕入れ価格や原材料コスト等の増加の影響を受けている事業者を支援するため、新たに売上総利益率の減少に着目した要件を追加いたしました。また補助対象事業につきましても従来の販路開拓生産性向上等に加え新たに新商品・新駅務の展開、売上原価の抑制の区分を設け、取り組みの促進を図ることとしております。補助率は3分の2以内、補助上限額は100万円となっており、申請受付期間は来週月曜日4月3日から5月31日までとし、予算の範囲内での実施となりますので、早めに申請をしていただきたいと思います。なお、この補助金につきましては、国が推進するパートナーシップ構築宣言を行った事業者を優先採択することといたしました。このパートナーシップ構築宣言は、発注者側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取り組みの促進を目指すものであります。下請けにしわ寄せを持っていかないということですね。申請につきましては郵送での受付となりますが、詳細につきましてはこの補助金の事務局となる宮城応援コンソーシアムが本日からホームページとコールセンターを開設しておりますので、資料記載の連絡先までお問い合わせいただければと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。ただいまの発表項目につきまして質問を受けたいと思います。質問に対しましては最初に社名をお名乗りいただきます。それでは宮城県中小企業等再起支援事業補助金の申請受付開始について質問ございますでしょうか。それでは以上で知事からの発表項目についての質問を終了します。以降の進行を幹事社さんにお願いします。幹事社の NHK です。初めてちょっと代理で。あ、代理ですか。変わったら、もう変わったらもらうのでびっくりして。今日の午後にですね、ローカル県のあり方検討会の会合が開かれるんですけれども、開催に至った経緯と対象となる4年生を今後どうしていきたいか、改めてご紹介をお願いします。はい。もう皆さんすでにご存知の通り、昨年の7月、7月に国土交通省有識者会議の提言、JR 東日本による経営情報の公表があった後に、県内の沿線自治体と意見交換を行ったところ、沿線自治体からは、まずは利用促進策を検討し、取り組むべきであるとのご意見でございました。それを受けて、この度、検討会議を立ち上げ、各路線について検討を行うことにいたしました。4つの路線のうち、気仙沼線、石巻線、陸東線の3路線につきましては、路線ごとにワーキングチームを立ち上げ、沿線自治体、関係団体、県などの関係者で利用促進策について検討を進め、まずは利用者増などの各路線の活性化につなげてまいりたいと考えております。なお、大船渡線につきましては、岩手県の検討会議に、県と気仙沼市が参画する形で検討することにしております。以上です。ありがとうございます。この件に関しては質問あるでしょうか。今日の1時半から自治会館ですね、正面ですね、の203号室で行います。ありがとうございました。それではその他の案件で質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。
東北高校の小川です。はい、コロナの関係の対応なんですけれども、はい、国の方の予算も固まってですね、かなり患者さんも減ってきたっていう中で、例えば宿泊療養施設とか、その他こう県として行う、国の財源をもとに県として行っている対応についても、若干縮小の方向なのかなと考えられるんですけれども、そこら辺、今後どのようにしていくか、今のところ方針が決まっているものがありますか。はい、現時点において明確に、決まっているものはございませんで、まあ、マスクの着用と国の指針に基づいてですね、県としての考え方をお示ししたもの以上には何もなっておりません。ただ一般論として当然、まもなく5類になりますので、今と同じように宿泊療養施設を十分に準備しておくという必要はないのではないかと思っておりますが、一気にゼロにしていいのかどうか、この辺は考えなければならないというふうに思っています。いずれにしても、財源もがあっての話になってまいりますので、まあ、国から示されます方針を聞いた上でですね、考えていきたいと思います。はい。その後時期としてはその5類になるタイミングでその県としての対応というのも大きく見直す方向だということでしょうか。そうですね、おそらくそうなると思います。はい、急激にまた患者が増えるということになるのは別ですけれども、今の状況ではほぼ患者の増減若干増えたり減ったりしながらですね、同じような状況を続くような気がいたしますので、そこは慌てることなく慎重に考えていきたいというふうに思います。はい、どうぞ。宿泊療養者が確か50人程度だと思うんですけど、はい、空っぽのところとかホテルとかもあるんですか。ホテルで今宿泊療養のホテルでゼロというところがあるのかな。担当いますか。看して、また職いる。ちょっとじゃあ職いないので後で投げ込みいたします。はい、お伺いします。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。青木健吾です。コロナにちょっと関連すると思うんですが、全国旅行支援の延長した宮城県が7月21日まで延長したかと思うんですが、これ東北6県では最も長い期間も設けました。はい、この狙いを教えてください。はい、当然、旅行支援策は非常に観光財としては効果のあるものでありますから、まあ、長くやればやるほど効果が続くと考えております。財源見合いでですね、だいたいこれぐらいまで持つんじゃないかなということで計算したというふうに報告を受けております。とはいえですね、財源がなくなっているのであればですね、期間を短くするということも考えられるというふうに思います。7月21日というものも記述というか、ここに何かご意味があるんですか。夏休み前後に動き出しますので、夏休み前ということにしたことです。ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、読売新聞の小沢でいます。ちょっと前の話で恐縮なんですけど、新田県議の事件を受けてですね、県議会の方で政治倫理の確立に関わる条例ということで可決されましたけれども、でその中で県議の方のあるべき姿というか、県職員の方との接し方も含めたようなハンドブックとかっていうのも確認ありましたけれども、それについて説明をお聞かせください。はい、我々行政に携わるものはですね、議会の指導を受けながら、議会の議決を受けてですね、
仕事を前に進めることができますので、当然、議員の皆様のお考え、立場というものを尊重しながら、物事を進めていかなければなりません。しかし、立場的にどうしてもですね、県議の皆さんの方が、力が、立場が上ということになりますので、しっかりと、相手のことを考えながらですね、接していただけるという、そういう考え方が示されたことは、私としては、大変望ましい姿になったのではないかなというふうに思っています。知事は当時、当時のお考えかもしれませんけれども、はい、県職員の方との接し方の中で、録音をした方がいいんじゃないかと、録音を、お話の録音した方がいいんじゃないかという話も少し回されてましたけれども、はい、それも含めて、県議の方と県職員の方の接し方については、今現在、どういうふうに考えているでしょうか。はい、がそれでいいという形にならないとですね、一方的に録音していると盗聴ということになりかねませんので、そういった意味でからはですね、議会の皆さんがまずはしっかりご勘弁をいただいたその方針にのっとってですね、県職にも対応してまいりたいというふうに思います。でさらに、問題があるということであればですね、これはもう臆することなく議会側にですね、しっかりと申し入れをしていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。東北放送の本杉と申します。はい、コロナの話に少し戻ってしまうかもしれないんですけれども、仙台市でも昨日桜が咲きまして、はい、今年は久しぶりにお花見のお祭りが再開するところも多いかと思いますが、今年のお花見について知事の所感といいますか、どういうふうにお考えになっているか聞かせてください。はい、まだ2類でありますので、感染対策をしっかりしていただいた上でですね、大いに盛り上がっていただきたいというふうに思います。特に、屋外ということでありますので、感染のリスクが屋内よりもさらに高いと思いますから、しっかりマナーを守って、楽しんでいただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。科学新報の日渡しです。はい、衆院選の10増10減に絡んでですが、はい、先週の自民党でいわゆる新要求と現要求で、はい、森下さんと伊藤さんということで争っていただいて、要求に立つのは伊藤さんというのが実際決まったと思うんですが、はい、出身交代の自民党でそれに対して、村井さんの受け止めと、はい、重ねたの2区の方もなかなか長引いていたんですが、結果的に秋葉さんということが決まったと思うんですが、はい、その点に関してちょっと受け止めていますか、所感を伺いたいと思います。はい、これは自民党が地方支部の意見を聞きながらですね、党本部で決定をするということでございます。私としてはしっかりとした立派な方が選ばれたのではないかというふうに思っております。いつ総選挙が行われるか分かりませんので、自民党は自民党としてしっかりと体制を整えていただきたいと思いますし、野党の皆さんもですね、2区は候補者が言いますけど、4区は安住さんがおられますよね。しっかりと体制を整えてですね、町長発信のやり取りをしていただきたいなというふうに思います。それで森下さんって新人で現職じゃないのにも関わらず、はい、比例で、ちょっと有用かなというような思いもあるんですけど、はい、その点森下さんに対する期待かといったわけではないですけど、はい、どういう人物像としてご覧になっているかというのがありそうですか。はい、党本部の裁定がおりましてから、私のところに電話もあり、メールもありですね、森下さん直接本人からありました。非常に、一生懸命やっていることが伝わってまいります。評判のいい方でありますので、東北の比例ということであればですね、東北のすべての候補者が当選するようにまず汗をかくということが何よりも重要だと思いますので、みんな期待してますから頑張ってください。英語を送らせていただきました。
この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。青木新報水野です。統一地方選が全国でスタートしまして、宮城県においては震災後にですね、仙台市議選択宮城県議会議員選挙が日程が分離されたというまま、はい、何に至っているというこの現状について改めて今どのように捉えていますでしょうか。はい、選挙というのは常に有権者の目線で考えなければならないと私は思ってまして、そういった意味では7月と10月、数ヶ月しか離れてない中でですね、2回も投票に有権者の皆さんに行っていただくというのは不便をおかけしているのではないかなという思いは持っております。ただ4年という任期が決められておりますので、これを勝手に変えるわけにはいきませんから、双方よく意見交換をしながらですね、一つにする方がいいということであれば、国の方に働きかけをされたらよろしいのではないかなと思っております。ちょっと記憶が曖昧なんですが、何年か前にはですね、両議会の議長らが検討してたかなと思うんですが、日程の方の調整の、はい、今ちょっとそこが見えないんですけれど、この時はどういうふうに、ある程度落ち着いたということだと思いますね。今回はもう7月の選挙、秋の選挙というのは決まりましたので、それに向けても準備を進めておりまして、それが終わってからそういう話が出てくるのかもしれません。いずれにせよこれは当事者で、話し合うということが重要ですので、私は当事者が一番いいと思うやり方についてまず議論をしていただいた上でですね、国の判断を仰ぐということがあっていいのではないかと思います。ありがとうございます。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。それでは以上で市政連記者会見を終了させていただきます。